今日のメッセージのタイトルは、健やかな教会になるためにです。私たちは200万人とも言われていたイスラエルの民がエジプトを脱してモーセのリーダーシップのもと荒野を歩んでいる日々を毎週見ております。その荒野での生活がある程度彼らの日常になったような時、モーセのもとに彼の舅であるエテロがモーセの妻と彼らの二人の子を連れてやってきました。新改訳聖書によれば、エテロのもとに先に送り返されたチッポラと二人の子と書かれていますので、モーセはその時まで単身赴任でイスラエルの民の先頭に立っていたと思われます。彼の妻はミディアンの実家にいたのです。モーセは妻、また子供たちとの久しぶりの再会を喜び、これまで主がイスラエルに成してくださったことを話したことでしょう。この時の様子について、出エジプト記は、主がイスラエルのためにパロとエジプト人とにされたすべてのこと、道で出会ったすべての苦しみ、また主が彼らを救われたことを舅に物語ったので、エテロは主がイスラエルをエジプト人の手から救い出して、諸々の恵みを賜ったことを喜んだと記しています。その晩は、積もる話で更けていったことでしょう。そしてその翌日、エテロは、かつてミディアンで共に暮らした婿、モーセの荒野での日常を初めて垣間見ることになります。聖書はこう記しています。あくる日モーセは、座して民を裁いたが、民は朝から晩までモーセの周りに立っていた。モーセの舅は彼がすべて民にしていることを見ていった。あなたが民にしているこのことは何ですか？あなた一人が座し、民は皆朝から晩まであなたの周りに立っているのはなぜですか？舅が息子夫婦を訪ねてくれば、うちの嫁はちゃんとやっているかということに関心を寄せ、舅が娘夫婦を訪ねてくれば、うちの婿は家族を大切にしているかということを観察するのではないかと思います。これは今も、モーセの時代も変わらないでしょう。その日、エテロは朝から晩まで義理の息子、モーセのもとにひっきりなしにやってくる人たちに対応しているモーセの姿を一日観察していたのでしょう。エテロはモーセに言います。あなたが民にしているこのことは何ですか？あなた一人が座し、民は皆朝から晩まであなたの周りに立っているのはなぜですか？モーセは、舅エテロに答えます。民が、神に伺おうとして私のところに来るからです。彼らはことがあれば私のところに来ます。私は相互の間を裁いて、神の定めと、判決を知らせるのです。エテロが言った、朝から晩までというのは大げさな言葉でしょうか？いえ、モーセは数百万もの人たちのリーダーだったのです。それだけの数の人間がいれば、
朝から晩まで彼を訪ねてくる人がいたということは十分に理解できることです。シュートエテロは、このことを言わずしてミディアンに帰ることはできないと思ったのでしょう。たまりかねてモーセに言いました。あなたのしていることは良くない。あなたも、あなたと一緒にいるこの民も必ず疲れ果てるであろう。このことはあなたに重すぎるから、一人ですることができない。エトラは驚き、また心配したに違いありません。それは娘の婿はこういう毎日を送っていたのかという驚き、そしてそのような男のもとに可愛い娘と孫を置いていかなければならないという心配。エテラの心には、家庭を変える見ることができないモーセと、そのことに戸惑う娘チッポラと孫たちの姿が思い浮かんだことでしょう。過労死という日本語は、今や外国人にも通じる言葉となっているようですが、モーセがその激務ゆえに心身を患ってしまったら、命を失ってしまったら、娘は未亡人になり、孫たちも路頭に迷ってしまう。エテロの脳裏には、そんなことまで思い浮かんだことでしょう。エテロは、意を決してモーセに言います。私の言うことを聞きなさい。私はあなたに助言する。どうか神があなたと共にいますように。あなたは民のために神の前にいて、事件を神に述べなさい。あなたは彼らに定めと判決を教え、彼らの歩むべき道となすべきことを彼らに知らせなさい。またすべての民のうちから有能な人で、神を恐れ、誠実で、不義の利を憎む人を選び、それを民の上に立てて、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長としなさい。平素は彼らに民を裁かせ、大事件はすべてあなたのところに持ってこさせ、小事件はすべて彼らに裁かせなさい。こうして、あなたを身軽にし、あなたと共に彼らに身を負わせなさい。あなたがもしこのことを行い、神もまたあなたに命じられるならば、あなたは耐えることができ、この民もまた、皆休んじて、そのところに帰ることができよう。ここで、エテロが言っていることは、今、モーセが向き合っていることで、小事件は各々のリーダーの手に任せ、大きな事件はあなた自身が裁きなさいということでした。このことはすなわち、今、あなたが背負っている荷を、他の者たちと共に負いなさいということです。私は、この聖書箇所を備えるにあたり、少し戸惑いがありました。なぜなら、この箇所を今日の教会に当てはめるとするのなら、モーセの立場とは、牧師の立場となり、聖書の御言葉によって、自分の立場を弁護するようなメッセージになるのではないかと抵抗があったからです。しかし、二つの言葉が私のそんな戸惑いを振り切りました。それは、十八節のモーセがこのことを続けるのなら、あなたも、あなたと一緒にいるこの民も必ず疲れ果てるであろうという言葉であり、またあなたがもしこのことを行い、神もまたあなたに命じられるならば、あなたは耐えることができ、この民もまた皆休んじてそのところに帰ることができようという言葉でした。ここには、もしモーセが今していることをし続けるのなら、
モーセのみならず、民も必ず疲れ果てるだろうと書かれています。しかし、もしモーセが自分の働きを他の者と共に担うことができるのなら、モーセ自身もそれを乗り越えることができるし、民も皆休んじて各々の場所に帰ることができるというのです。モーセの元に来た人たちは、モーセにグッドニュースを伝えるために来たのではないでしょう。そう彼らがモーセの元に持ってきた話は、問題であり、その中には、荒野での不自由な生活から生まれる愚痴や不満というものも多くあったことでしょう。一人で、そのような300人の問題に対処しようとするのなら、それは到底一日では終わりません。300万目の者たちは数週間、モーセに会うために待たなければならず、その間にその問題はさらに深刻なものとなります。その数週の間に、彼らはその問題に打ち負かされてしまうかもしれません。また、モーセとて、人の子。これらの問題をすべて一身に受け止め、それらすべてに対処しようとすれば、遅かれ、早かれ、彼の心身には支障が現れ、いつの日か倒れてしまうことでしょう。エテロが、娘と孫を連れてモーセのもとにやってきたタイミング、きっと、そこには、神様のご介入があったのではないかと思われます。もしこの訪問が数ヶ月遅れましたら、モーセは心身ともに疲れ果て、寝込んでいたかもしれません。このことが起こることは、まさしく時間の問題であり、そのことは、イスラエル全体の危機を意味しました。ディプレッションとか、バーンアウトという言葉は、最近になってよく言われるようになった言葉ですが、モーセが向き合っていたことは、まさしくこの類のことであり、そこに突入する一歩手前に彼はいたのでしょう。エテロのアドバイスにより、イスラエルの民の中に問題に対処する体制ができたこと。それは、これから40年、彼らが荒野で生活するために必要不可欠なことでした。このことなくして彼らは、その荒野での生活を全うすることなどはできなかったことでしょう。ここまでお話してきましたことを、現代の教会に当てはめますのなら、モーセの時代と同じように、人の集まる教会で起こる問題の影響は、まず、牧師たちに及び、彼らの状態は、教会に集う方たちにも大きな影響を与えていくということです。時々、現代の牧師が心身に支障をきたし、牧師を辞めているという話を聞くことがあります。また牧師に限らず、何かしらのストレスで牧師の妻が、教会に来れなくなるという話を聞くこともあります。ソウルシェパーディング、シェパーディングという教会リーダーや、教会の霊的状態をサポートする団体があり、ウェブサイトを開いています。そのサイトによりますと、1050人の改革派、福音派の牧師に対してなされたアンケートで、彼らの 100%、すなわち、1050人すべての牧師たちが、バーンアウト、教会の問題、道徳的な問題で、牧師を辞任した同僚が
いると答えています。また 70% の牧師がミニストリーを始めた時よりも低い自尊心の中に今自分はいると答えていると言います。これ以外にもいろいろなデータがそこには記されているのですが、その数字はどれもことの深刻さを表しています。神の憐れみにより、また皆さんのサポートとご愛により、私たち夫婦は幸いそのようなギリギリのところまで行ったことはありません。しかし、これらのことを実際に見聞きしますときに、私たち夫婦の心身、心と体を皆さんの前にできる限り健やかに保ち続けるということは、私たちが教会に対してできる第一のことではないかと思わされています。まさしく、そのような意味で出エジプト記に記されていることは、今多くの教会が直面している問題に対して、どのように対処すればいいのかということを記しているのです。そしてそれは、モーセの時代のことのみならず、同じことがモーセの時代から約1500年後の使徒行伝の時にも起こりました。イスラエルの民の荒野での40年が始まった時に、この体制が立てられたように、最初の教会がこの地上に誕生し、形成されていくその最初にこのようなことが起きたのです。使徒行伝6章1節から7節。その頃、弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちから、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤモメらが、日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てた。そこで十二人は弟子全体を呼び集めていった。私たちが神の言葉を差し置いて、食卓のことに携わるのは面白くない。そこで兄弟たちよ、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた、評判の良い人たち七人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしよう。この提案は会衆一同の賛成するところとなった。そして信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、それからピリポ、プロコロ、ニカノル、デモン、パルメナ、およびアンテオケの会衆者、ニコラを選び出して人たちの前に立たせた。すると人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして、神の言葉はますます広まり、エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも多数、信仰を受け入れるようになった。ここに記録されていることは、今日お話ししました出エジプト記に記されている出来事ととても似ています。つまり、弟子の数が増えてくると、とここには書かれており、それは、モーセと200万ものイスラエルの民とに共通することです。多くの同胞がいる、仲間がいる、その数が多く、また増えてくるということは喜ばしいことです。しかし、人の数が増えれば、喜びとともに、それだけ多くの問題が起きてきます。先週、モーセが手を挙げ、祈り続けるときにイスラエルはアマレクに勝利したとお話しました。この祈りは、使徒行伝の時代にもリーダーたちの最重要な役割、教会にとりましては生命線と呼ばれることでした。しかし信徒の数が増えるにつれて、彼らがすべきことも増え、彼らは本来自分たちが力を注ぐべきことに向き合うことができなくなっていたのです。この使徒行伝においては、
食事についての苦情が出てきました。これはある意味当然のことでした。そうです。食べることは私たち人間には不可欠なことなのですから、それを避けて通ることはできないのです。彼らはその苦情に対して賜物のある七人の者たちを選び、その釈徳に関わる部署に配置するように決めました。もしかしたら、常々聞いていた彼らの先祖、モーセとエテロの話、すなわち今日お話ししていますあの出来事を、その時に思い起こしたのかもしれません。状況や規模は異なりますが、彼らはモーセとエテロがしたことと同じことをしたのです。そして、驚くべきことに、七節を見ますと、このことゆえに、こうして神の言葉はますます広まり、エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも数多く信仰を受け入れるようになったということが起きて、来たのです。つまり明らかなことは、この新しい体制によってその群れが大きな祝福を受けて前進するようになったということです。そしてこれらの対応と手続きは、出エジプト記に記されていたこと同様、初代教会の者たちが互いに彼らが負っている荷を分担するということだったのです。かつて進学校に在学していた時、土曜日、そして日曜日、とある教会にインターンに行っていたことがありました。その教会の牧師は土曜日の午前中に伸び放題となった教会の庭の雑草を抜き、それが終わると教会堂の掃除をします。夕方から夜までは英語教室が教会で持たれます。外からネイティブの教師を呼んで、牧師もビギナーからアドバンスまでのすべてのクラスに出ています。その教室が終わると、翌日のための礼拝プログラムを打ち込み、印刷します。教会総会を翌日に控えた日は、私は牧師夫妻と夜中の3時過ぎまで、資料の作成をしたことがありました。そして朝早くから祈祷会があり、サンデースクールを導き、そして礼拝の講壇に立ちます。午後は日曜学校教師会、そして執事会があり、それに参加します。そして月曜日には対外的なミーティング、終日には様々な委員会やミーティングが計画されています。こうした一週間が繰り返されていくのです。この経験を振り返り、今思うことは、この牧師先生は一体いつどこで御言葉の準備をしておられたのだろうかということです。もちろん日曜ごとに礼拝説教をしておられましたので、おそらく限りのある時間の中で備えの時を捻出していたに違いないと思うのですが、それはさぞかし大変なことであったのではないかと思われます。牧師の第一の役目は、主の言葉を人々に語り伝えることであります。それは、人はパンだけに生きるにあらず、神の口から出る言葉によって生きると主イエスが言われた神の口から出る言葉を備えるということであり、祈りとともにこの御言葉が私たちの魂の糧となるのです。もし、牧師がこの命の糧を備えることをためらい、拒むのなら、
牧師を続けることは許されないでしょう。しかし英語クラスに立ち会うとか、教会での掃除をしないからといって牧師のタイトルを剥奪されることはないのです。ないはずだと願っています。牧師以外の者たちでも、十分に対応できることをすべて牧師が担ってする、そのことに時間と力が注がれて、本来牧師がすべきことが十分にできないのであるのなら、そのことを一番悲しむべき人は、牧師ではなく、本来、教会に集う方たちなのです。なぜなら、そのことによって彼らが受けるべき魂の糧を受けることができなくなり、それゆえに彼らの魂が疲れ果ててしまうからです。牧師が本来、皆で担うべきことを一人で担う。そのことにより、教会は、うちの牧師は、よくやってくれていると感謝する。一見それは良きことに聞こえます。牧師が神に献身している姿に見えます。そして牧師もそうしている自分こそが、神と人に仕えていることなのだと、これがしもべの姿だと思い、ますますそのことに力を注ぎます。二方がそう思ってしまいましたら、この関係はいつまでも続きます。もちろん、主のためには何でもしたいと思います。させていただきたいと思います。しかし、このことを続けることは、決して、教会の健康的な姿ではないのです。このことにより、教会に集う者たちも、牧師も健康を保ち続けることはできないのです。私は、昨晩も妻としみじみと話しました。私たちはサンデー後教会に心から感謝しています。今日お話ししたことで、ああ、オクラ牧師はそんなことを思っていたのかと皆さんを驚かせてしまったかもしれません。でもご心配なく、今日お話ししたことは私たち夫婦には当てはまりません。皆さんが主の教会のために、良きことは何かということを考え、主体的に、ご自身のできる最善をしてくださっているからです。私たちが行き届かないところを皆さんが背後にあってどんなに助けてくださっているか。そのことにより私たちの心身は支えられ、私たちは私たちが力を注ぐことに向き合うことができています。それは本当に牧師冥利に尽きる幸いだと思います。しかし、私たちはこのことを今一度心に留め、さらに突き詰めていきたいのです。パウロはキリストの教会を私たちの体に例えました。その頭はキリストであり、私たちはその体に属する者たちです。パウロは教会を無機質な建造物に例えることをしませんでした。なぜなら、教会は生きているからです。そして生きているからには問われることは、その教会は健康かということです。今日お話したことは一言で言いますなら、まさしくこのことなのです。そう、教会が健康であるために私たちはどうあるべきかということです。人間の体の各器官がそれぞれ健やかであるのなら、それぞれの役割を果たしているのなら、
その体は健康なのです。そしてそれは教会も同じなのです。野菜を育てているといろいろなことを学びます。その野菜が健康であるのなら、野菜はおのずと成長し、多くの実を結びます。これは神様が定めた法則です。そう、動物も植物も、そして我々人間も、生きとし生けるもの、それが健やかであるなら、成長し、実を結んでいきます。アラノにいたイスラエルの民も、初代教会も、岐路に立たされていました。彼らはその時、彼らが健やかさを維持できる道を選んだのです。それゆえに彼らは保たれ、前に進むことができたのです。主にある皆さん、今私たちが置かれている状況は、自由自在に伝道や牧会ができるような状況ではありません。そう、足踏みをしているように感じる時です。その時の生き方として、私はよく皆さんに、上に目が伸びない時は、深く下に根を張りましょうということをお話しします。そう、私たちの日常が戻る時に備えて、しっかりと今日、共に見てきたことを心に留めて、今のうちから根を深く、広く、張り広げておこうではありませんか。私たちの教会がさらに健やかになるために、私ができることは何なのか。あなたができることは何なのか。そのことを主の前に思い巡らし、祈り、備えましょう。木の大きさは、根の深さに比例するのです。必ず巡ってくるチャンスを、掴み取ることができるものは、いつも決まっています。そのために、備えているものだけが、そのチャンスを掴むことができるということを、心に留めましょう。そして、このことは、おそらく、教会のみならず、皆さんの家庭にも当てはまるものだと思います。教会や家庭が不健康であることを願う人はいませんでしょう。あなたの家庭は健康ですか？いつも忙しくて、なかなかこのようなことをしかと考える余裕がないという方がおりましたら、今こそこのことをしかと考え、共に暮らす者たちと祈り、語り合い、一度さらにその絆を深め、健やかなる家庭を築いていこうではありませんか。神様の祝福が私たちの教会の上に、そして皆さんのご家庭の上に豊かにありますように、お祈りしましょう。愛する天皇父様、出エジプト記を通して、私と行伝を通して、この朝も私たちに必要な御言葉を語りかけてくださり、心から感謝いたします。あの出エジプトというユダヤ民族にとって大きな出来事が始まりましたときに、また我々クリスチャンにとりまして、最初の教会が立て上げられるその最初のとき、あなたはそのところで同じことを
民に求めました。神様、あなたは私たちの教会が立て上げられていくことを望んでおられます。さらにはその教会が健やかさを持って前進していくことをあなたは願っておられます。そのために必要不可欠なことを今日あなたは私たちに教えてくださいましたことを心から感謝いたします。教会に仕えるということ、それは私たちの義務とかしなければならないというようなものではなくして、私たちはそのことを本当に喜んでさせていただくというところに立っております。どうかその命までも私たちのために捧げてくださったあなたのために、我々一人一人ができることは本当にささやかなことですけれども、私たちができることをさせていただくことができるように、そしてそれを結集して私たちの教会が前に進んでいくことができますように、どうぞ導いていてください。あなたが私たちの教会を見て微笑んでくださるような、そんな教会をこれからも目指していくことができますように、今このような立ち止まらねばならないような状況にありますゆえに、このような時にそのことをしかと思い祈り、私たちができることをあなたに教え示していただくことができるような、そのような時とさせていただきますように、心からお祈り申し上げます。今日このようにあなたが私たちの心にあなたの御心を語りかけてくださいましたことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、そして聖霊の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。